それでは行きましょう。第2試合、先行メロン、東京がスティーキー、ビートはサリビー、Ready Fight!Yeah, 4年前、5年前、ヴィンタさんやカラメスターの時ではない。流れ変えていくのが俺の現状。現場で見たことねえよ。そういうことだぜ。ブルーのキャッシャーですが見たことねえ。Yeah, その先何が見えてる？ヒップホップ、ケツ持てる MC はどっち？お前が言ってるイベントと俺が言ってるイベント、正直種類ってもんがちゃうかもしんねえ。だけど同じヒップホップ、ヒップホップの黒は一色じゃねえ。いろいろなカルチャーや文化が混ざって黒になんだよ。それが分かってねえお前。でもお前のことはリスペクト、イベントも打ってる。だけどそれ言って素人に勝つのは面白くない。だから俺はそいつらに光を当てる、yeah. Yo, マイク一本で時代を変える。 Yeah, 素人一本面白くはない。俺がクロートを認めてる。邪魔どいてくれ。ケツモテるチームはどうしていいか分かりやす。サリビ君と昨日のテキーラダッシュ。Yeah, 俺はリアル遊んでる。そのもの芯が違う。背負ってるもの、まず格が違う。少年ドリーム続けるなら応援してるよ。いや、やってたよ。でもそれでもちゃんとラッパー全員で曲も MV も出しました。やることやって語ってます、地元の街。だからこの時一瞬瞬間は二度と来ないんだろ。2本2本焦りすぎ、押されすぎて3本目いかないと勝てないと思っちゃったんすか。俺はしっかりとぶっ放してる。地元の街、瀬田来た。お前も瀬田来た。ごめんな、今日はいただきに来た。スタート。それではジャッジの方に行きましょう。先行メロン、東京スティーキー、ちょ、全員参加ね。もう一度聞かせてください。先行メロン、東京スティーキー、ややスティーキー、先生方お願いします。ジャージ。おっと、青が3本ということはエンチヨーでございます。殺す。延長戦です。入れ替わって先行がスティーキー、東京がメロ、ビートは強化、レディーファイト。いや、草津駅サイファーが死んでから、滋賀県のシーン上げてたのは間違いなく瀬田北と近江八幡。それ理解してる奴らはたくさんいるはず。Yeah, それを俺は今日証明しに来た。イベント来い？別に聞きたくもねえ曲聞いてわざわざ無駄な金払いたくねえんだよ。俺は行きたいイベント行きたい、行きたい曲聞きたい。それで影響されてリリックに投資、間違いない。ねえ、行きたいイベント？自分のライブが生きてないからライブ呼ばれてない。客呼べるけど呼ばれない、その理由フリースタイル。イエー84、それも言い訳、俺が言い訳、俺がリアル繋いでること、俺の SNS 時代の使い方はオールド。別にコビ言ってライブしようとしてね、俺のヤバさに気づいたオーガナイザーがブッキングしに来る。それ間違いないだろう。うんうんうんじゃなくて流れるスクラッチ、すぐ察知しに来たバスマン。チェキラチェキラ、無駄なことなんて一切吐かない。だから高めてきた実力とセンス、バス吐いたに超拳銃。いや、実力とセンス、ラップがうまい、うまいうまい、インフメマスター。普段何してんのお前。それで勝敗が決まってしまうぜ。イエー、俺はケツバームーブにトライアングル放課後ブーブーっていうかオクターブ遊んでる暇、お前には仕事言い訳じゃねえよ。きたー、延長戦もバチバチでした。ナイスバトルです。聞かせてください。先行スティーキー、東京メロ、まずはメロ、先生方お願いします。ジャッジ、赤5本、勝者メロ、スティーキーも大きな拍手。